SN1987A すなわち1987年、超新星 A は、ダイマゼライクモ内に発見された、超新星である。初めて観測されたのが1987年2月23日で、あり、これが同年最初に観測された、超新星であることから 1987A という、符号が付けられている。SN は、超新星を意味する、スーパーアノバの略である。 地球からは16.4万光年離れている。23日午前10時30分に撮影された大マゼラン雲の写真に写っており、可視光で捉えられたのはこれが最初とされる。超新星発見の報告が最初になされたのは24日のことである。超新星の明るさは5月にピークを迎え、四等級にして最大3等級となった後、数ヶ月かけて徐々に減光した。 肉眼で観測された超新星としては1604年に観測された SN1604 以来383年ぶりであり、現代の天文学者にとっては初めて超新星を間近に観察する機会となった。日本では陽子崩壊の観測のために建設された神岡んでがこのニュートリノを捉えており、精密な観測を行うことができた成果により、 建設を主導した東京大学名誉教授の小柴正俊が2002年にノーベル物理学賞を受賞している。SN1987A の超新星爆発を起こした構成はサンデュリークマイナス69度202という質量が太陽の20倍ほどの青色超巨星であることが分かっている。また爆発後には超新星残骸として30リング構造を 持つ、星雲状の天体が観測されている。このミエリングは過去に放出されたガスに光が反射して見えたものと考えられている。地球に SN1987A からの可視光が届くおよそ2から3時間前にニュートリノのバーストが3箇所の別々に離れた場所のニュートリノ検出器で観測された。これは 星の中心核の崩壊と同時に起きたニュートリノの放出によるもので、可視光の放出に先行して起きる現象である。可視光の伝播は崩壊の衝撃波が星の表面に達した後にのみ起きる遅いプロセスである。1987年2月23日午前7時35分、まず日本の神代カンでが11個、アメリカのインブが8個、ロシアのベイクソンが5個の、 半ニュートリノを少なくとも13秒間続いたバースト中から検出した。その約3時間前、セルンのモンブラン観測所にある液体シンチレーターに5個のバーストが観測されていたが、SN1987A とは無関係とされている。実際に観測されたニュートリノは24個に、 過ぎなかったが、これはそれまでに観測された大気や太陽を起源としたバックグラウンドレベルからは大幅に増加した。これは超新星爆発からのニュートリノ放射を直接観測として知られる初めての事例である。ニュートリノ天文学の幕を開けた業績でもある。宇宙から飛来するニュートリノの観測例としては、太陽ニュートリノの観測が1960年代から、 行われていたが、ニュートリノの飛来した方向、時刻、エネルギー分布が詳細に分析されたのは、この観測が初めてである。観測結果は崩壊のエネルギーの99%が、ニュートリノとして放出されるという理論的な超新星、爆発モデルと矛盾がなかった。モデルから見積もられたニュートリノの総数は1058個で、全エネルギーは1 0 4 6 j にも及び、 これも結果と一致した。ニュートリノの観測は、フレーバーの数や他の特性とともに、ニュートリノの質量と電化に上限を与えた。例えば、電子ニュートリノの静止質量は5%以内の誤差で、最大16イブであり、これは、電子の質量の30万分の1である。観測データは、ニュートリノのフレーバー数が最大で8であることも、示したが、他の実験や観測結果は、 より厳密に見積もられている。実験結果は、太陽ニュートリノや大気ニュートリノなど、人工ニュートリノでの実験と同様に多くの慎重な、ニュートリノの厳密な確認により強化されている。爆発によって生じたエネルギー量は、太陽が45億年かけて放出してきた前、エネルギーの1000倍の量をわずか10秒で放出したものと推定される。ありがとうございます。